今回1種目20秒のお腹引っ込め体操におすすめなアグラデッドバグを紹介します。今回片足組んで行うことでお腹の奥を使うことができます。20秒という短い時間で呼吸をしっかり意識できます。腹筋の上部、中部、下部、お腹全体、今回4種目やっていきましょう。まず肘をつきましょう。そして足を組みます。この時にお尻が床について腰が浮いてると思います。この腰を床につけたり戻したりしましょう。これを息吐きながらやっていきます。あとふうふうっていう感じで腰を床につけます。腰が床につけれないと腹筋中はお腹の力が逃げてしまいます。しっかり腰を丸めてお腹を引っ込めて、はい、反対行きましょう。スタート。腰を床にペタッとつけます。この腰つけた状態が腹筋の最中の状態です。次は腰を床につけたまま息をしっかり吸って吐きます。スタート。5秒から7秒息吐きます。で吸って腰を床につけて息を吐き続けます。反対も一緒です。いきましょう。スタート。ふーっと息吐きながら腰床つけたままお腹どんどん引っ込める。で吸って吐く。お腹どんどん引っ込めて腰床つけたまま、それでは腹筋メニューに入ります。足を組んで手で足首持ちましょう。これで体を起こして止まっておきます。スタート。ふーで息を長く吐いて、さっきの上半身を作ります。腰は床につけて、さあ反対です。足首持って体を起こしましょう。スタート。しっかり腰を床つけましょう。息止まらないように吐きましょう。はい、足また組んで、今度は手を伸ばして上に起きたら戻りましょう。スタート。多分これが一番首が疲れると思うんで、この後はね楽になります。反対も一緒です。行きましょう。スタート。マイペースでいいですよ。背中が少し浮けばいいです。次はまた足組んだら、今度はね腰床つけて足を動かしましょう。スタート。できれば足を下ろしても腰が浮かないように下腹を動かしましょう。反対です。いきましょう。スタート。
ラストです。足を組んだら足を上げる、腰浮かつけて体を起こす、これでキープです。ラストいきましょう。スタート。足組んでおきましょう。これで下腹すごい使えます。息止めないように吐いて、痛い。さあラストいきましょう。スタート。